上地と田中のペアはシードのため1回戦が免除となり、初戦となる準々決勝でエルデグリーフ、オランダ、ジェボス、オランダ、ペア、準決勝で第4シードのグオールオヤーを、中国、ワンジング、中国、ペアを下し決勝に駒を進めた。一方、デフロートとファン・クートは初戦となる準々決勝で大谷桃子、コウムロ・ユーマイペア、準決勝で第3シードのリー・シャオフィ、中国、中全然、 中国、ペアを破り決勝進出を果たした。この試合の第1セット、開始から互いにブレイクを奪い合う展開となるもゲームカウント4対4で迎えた第9ゲームでデフロート、ファン・クートペアにこのセット2度目のサービスキープされる。そして第10ゲーム、4度目のブレイクを奪われ先行される。続く第2セットでは4度ずつブレイクを奪い合いたいブレイクに突入。 田中ペアがこれをものにし、1セットオールに追いつく。迎えた10ポイントのマッチタイブレイク、先にミニブレイクを奪いリードした上地、田中ペアはデフロート、ファン・クートペアに反撃を許さず。大逆転で約3時間に及ぶ死闘を制し、金メダル獲得を決めた。パラリンピックの女子ダブルスでオランダ人以外が優勝するのは大会史上初の快挙となった。なお、 上地は2016年のリオデジャネイロ大会でシングルス銅メダル、2021年の東京大会でシングルス銀メダル、ダブルス銅メダルを獲得。今大会で初めて金メダルを獲得し悲願を達成した。また、シングルスでも決勝に駒を進めており単服での金メダル獲得に期待がかかる。また、田中は2大会連続のパラリンピック出場であり今回、初のメダル獲得となった。